ギオームジャン・ジョゼフ・マリード・ナッソーは、ルクセンブルク大公、アンリの長子。2000年より、ルクセンブルク大公の継承順位第1位で、法定推定相続人の地位にあり、大公正子の称号を有する。ルクセンブルクのアンリ大公と、そのキューバ生まれの妻、マリア・テレサ大公妃の長男として、ルクセンブルクのベッツドルフで生まれた。には、フェリックス大公子、ルイ大公子、 アレクサンドラ大公女、セバスティアン大公子の4人がいる。先例の大父母は、父の姉のオーストリア大公妃マリーア・ストリット及び、父の弟で同盟のギオーム大公子が務めた。自身は、マッテイ・セバスチャン大公子や、重帝のパウル・ルイ大公子、ハトコのエマニュエル王子、アリアーネ王女、オイノノア大公子などの大父を務めた。ルクセンブルクのロベール・シューマン高等中学校、 スイスの寄宿学校である、ボーソレイユ校及び、ルロゼ校などを経て、イギリスのサンドハースと王立陸軍士官学校に入学した。そしてそのままイギリスのダーラム大学とブルネル大学で学び、ブルネル大学で国際政治学の学位を取得した。その後、フランスのアンジェ大学に席を置いて、文学と政治学を学び、2009年に同大学を優等で卒業した。 父が2000年に即位すると同時に、ルクセンブルク対抗くらいの法廷推定相続人となった。もしギオームが予定通り対抗位を継承した場合には、ギオーム5世を名乗ることになる。対抗正死として、ルクセンブルク経済発展会議及び障害者のための事前組織であるクライツベルク基金の名誉総裁を務めている。ピアノ演奏のほか、サッカー、 水泳、バレーボールなどのスポーツを趣味としている。母国語、ルクセンブルク語のほか、フランス語、ドイツ語、スペイン語、英語も使いこなし、両親と共に積極的に外交活動に参加している。2012年4月26日、ベルギー貴族の娘ステファニー・ドラノワ伯爵令状との婚約が発表され、同年10月20日に結婚式が挙行された。 2020年5月10日、ギオーム大公成士とステファニー妃の第一子の長男が、誕生、シャルル・ジャン・フィリップ・ジョゼフ・マリー・ギオームと命名された。ありがとうございます。